はい、主様。もちろんです。マシンは正常に作動しています。感謝します。セオドア神父様。もったいないお言葉。光栄です。でも彼女は害はありません。彼女は…いえ、絶対に逆らいません。もちろんやります。あなたのためなら。ユキコ、聞こえる？製作室にいるんだ。みんな死んだら許可なんて関係ないだろ。ちょっと来てくれないかな。見せたいものがある。重要なものだ。すまないユキコ、でも命令なんだ。セオドアの影響の証。ここはどこも手をつけられてるな。彼と交信する道具みたいだわ。妙なものばかりだ。何か作っていたらしい。さっき言ってたものかしら。お帰りなさい、刑事さん。セオドア・オレスを知ってるんだな。もちろん。採用部門のトップよ。でもステムで何をしているの？目的は？お前の知らないことが起きてるんだ。奴はリリーを欲しがってる。オニールを見ただろう。必要なら誰にでも同じことをするだろう。リリーが手に入るならここを破壊することも厭わない。奴を止めないと。これは何？よくわからんが、安定化装置によく似てるな。とにかくオニールが言った通り、これを壊すとするか。当てもあることだしな。俺だ。セバスチャン、
忘れられたかと思ったよ。クッキーの準備はできたか？ああ、早く使いたくてうずうずしてる。よし、ここの座標を送る。でかい銃も頼むぞ。狩りの時間だ。了解。もう向かってる。後で会おう。こっちはほとんど終わったよ。準備ができたら声をかけてくれ。ユキコ、教えてほしいことがある。マイラのことも知っているな？ええ、一緒に働いていたから。なぜマイラはこんなことを？リリーが実験台にされるのなんで黙って見てられた？俺が死んだと言ったのはなぜだ？マイラの母性本能はとても強い。リリーに近づくためにメビウスに入ったのよ。それに実験とは手厳しいわね。リリーの待遇は良かったし、毎日母親と話すこともできた。あなたは死んだことにするって条件付きだけど、リリーのためを思ってのことだと思うわ。ああ、母性本能が少し暴走しただけだと願いたいね。全て終わったら家族で話せるといいわね。エズメラルダを見ても驚かなかったな。驚かないわよ。ステムでよく見るもの。メビウスは全員顔見知りなのか？私がみんなを知ってるの。新しい人員の評価を任されてきたから。団らんのない大家族みたいだな。危険な仕事のサポートには彼女は最適な人材よ。優秀な兵士だから。全くもってその通り。聞きたいんだが、悪気はないんだが、なんであんたみたいに賢いやつがメビウスなんかに入ったんだ？陸軍で爆発物を専門にしてたんだが、秘密工作のためにメビウスに出向してね。終わったらすぐ誘われたってわけ。それで簡単に同意したのか？かなり売り込みがうまくてさ。だけど契約の時多くは説明されなかった。まあ胸を張れない仕事もしてきた。でも盲目的に従うしかないんだ。逆らったらマイラに組織から抜けるチャンスがあるって言われた時は迷わなかった。ひどいこともしてきたけど、少しは良心が残ってるからね。これで爆破できるのか？余裕だよ。あんたが良ければいつでも行ける。いつでもいいぞ。他の部屋の装備品を調べてくる。二人とも頑張ってね。よし、じゃあ行くよ。ぶっ飛ばし作戦開始まで。3、2、1。エズメラルダ、大丈夫か？エズメラルダ、どこだ？セバスチャン・カスティアヌス、あなたは暗闇に入ることを拒む。私を光のもとに探すのですか？軽率な行動でいつも破滅してきましたね。来なさい、待っています。大事な娘に会いたいでしょ。行きなさい。夢見た全てを確かめる。ここよ、パパ。早く。リリー、いるのか？
違う、そうじゃない。あなたはしくじり、彼女はなしとした。聞くことを拒む、二人とも失った。そして自分さえ見失った。分かったような口を聞くな。マイラは知っていたのだ。願いを叶えるには服従し、組織に入るしかない。Thank you.
あんなことがあってなお再会を望みますか。ああ、俺はリリーを見つけなければ。わかりました。では来なさい。リリーなのか本当に。リリー、そんな、リリー、会えましたね、大事な娘さんに。望んでいたことでしょう。パパ、パパのせいよ、助けてくれなかったから。違う、そうじゃない。助けようとした、助けたかった。よせ、やめろ、やめろ。あなたは過去の過ちを繰り返す運命なのです。協力しない限り。協力するならあなたの望みを叶えましょう。マイラからリリーを奪うのです。私がコアの力を手にすればあなたは真に自由になれるでしょう。断る。銃で私は止められません。まだわからないのですか。なんで撃った。セバスチャン、どうして。違う。セバスチャン、どうしたの？大丈夫？働きすぎなのよ。あなたぼーっとしてるわ。マイラ、エズメラルダ、どこに？うちに帰ってきたのか？どうやって？リリーの部屋、昔のままだ。ずっとこのままだったらよかった。リリー、マイラが残した手紙、ファイルに隠されていた。
妄想だと決めつけず信じていれば。最愛のセバスチャンへ。あなたがこの手紙を読んでいるということは、事態は最悪の結末を迎えたのでしょう。それはつまり私が真相に近づき、ごめんなさいセバスチャン。あなたはよく耐えたわ。ずっと一人で。俺のせいだ。知らせてくれたのに信じなかった。今度は混乱して幻覚に話しかけてる。失望したの。リリーを火事から救えず家族を失った。それは違うわセバスチャン。リリーは火事で死んだりしてない。もう分かってるでしょ。だが守れなかった。仕方ないわ。メビウスは自然の脅威に似てる。あなたは今地震を自分のせいにしてるようなもの。あなたのせいじゃない。自分を責めるのはもうやめてちょうだい。あなたはいい人よセバスチャン。だから結婚したんだもの。今度こそリリーを救えるわ。たくさんの困難が待ってるわ。戦い続けるのよ。過去に負けないで。あなたを許す。リリーも許すはず。でも一番大事なのはあなたが自分を許すこと。自分を許す。その通りだ。マイラはいつだって正しかった。セオドアは罪悪感につけ込んでくる。でも俺が何をした。罪を犯したのは奴らだ。俺から全てを奪った。全ては奴らが始めたこと。だが俺が全て終わらせてやる。邪魔する奴は容赦しない。ここは。ユキコ、俺はどうやってここに。彼女が連れてきてくれたの。ごめんなさいセバスチャン。助けようとしたんだけど。いや、俺が撃ったせいだ。銃創は深くなかった。化け物との戦いで致命傷を負ったのよ。クソ、こんな最後はふさわしくない。いい兵士だったのに。リリーを救おうとしてくれた。
俺のせいだ。俺はまた。違うわ。自分を責めないで。それが狙いなのよ。そうだな、あの野郎、罪悪感を植え付けてくる。だが罪を犯したのは俺じゃない。報いを受けるのは奴の方だ。よし、全て終わらせてやる。セオダを見つけよう。見つけたわ。オニールのマシンを壊したのが効いたみたい。もう隠れようがない。問題はたどり着けるかどうか。どういうことだ。屋外の監視カメラで見つけたんだけど、これを見て。ユニオン中央にセオドアの砦が現れたの。でも巨大な炎の壁で囲まれているのよ。クソ、通れそうにないな。なんとかなるかもしれない。オニールの作業室で役に立ちそうな装置を見つけたの。それはいい、見せてくれ。すぐには使えないわよ。少し手を加えないと。頼むぞ。その付近にホテルがあったはずだ。安全を確かめてからホテルの座標を送る。そしたら装置を持ってきてくれ。分かったわ。じゃあ後でね。すまない、エズメラルダ。あんたの死を無駄にはしない。地獄の果てまで追い詰めてやる。
さしく牙城だな。何が起きてるのセバスチャン。ステムがおかしくなってる。これまで以上に不安定だわ。それどころじゃない。あなたが何かしたのね。必要に迫られてしたことだ。きっとこれで全てを終わらせる。リリーを助けに行く。必要なものも揃ったことだしな。頼んだわよセバスチャン。あと連絡を忘れないで。何が起きてるか把握しておきたいの。できることがあるかもしれない。いい、分かった。連絡する。